はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は複雑な押さえ方をするコード、これを覚える方法についてのお話をさせていただきたいと思います。はい、まあコードっていうのは1個押さえるとそれに似たような押さえ方というのがありますよね。例えば G というコード、これ G7 っていうのはこの2弦の3フレットを1フレットに変えると G7 ですよね。 C のコードというのは C、 これですね、 C7 っていうのは1弦の3フレットを1フレットに持っていくと C7 になる。まあこういう関連性で覚えてるコードってないですか？それと同じような感じなんですね。複雑なコードというのは、まあ4つの弦を全部押さえる、4本の指全部使うようなコードですね。その場合の解釈なんですけども、まあ、例えばですね、 Bm7f5 というコードがあります。はい、押さえ方はこうですね。はい、ちょっとこうおしゃれな感じの響きになるんですけども、このコードの押さえ方の、考え方としましては Dm、 はい、Dm のコード、こうですよね。 Dm に小指で1弦の2フレット、はい、これで Bm7f5 というコードが完成しますよね。こういう風に覚えていただくといいと思うんですね。それ以外に Fsharp7 というのはこういう押さえ方で、今まであんまり出てこなかったから難しいかな。これよくよく考えてみると F のコード、皆さん押さえられますよね。 F のコードを一つずらしてフレット1個上げて、小指と薬指でそれぞれ1弦と3弦の4フレットを押さえると F#7 ですね。まあ、これ1個戻すと F7 なんですけどもね。 F7 ということは小指と薬指外すと F になりますよね。 F7、その1個上だから F#7 なんですね。はい、そういう風にですね、4つしか弦ないですからね、その中で、自分なりのこの解釈を発見していただく、そうするとより複雑なコードも覚えやすくなると思います。 Bm7f5 急に出てきたらおっとなるけども、 Dm の1本小指足すだけと覚えておけば、Bm7f5 今度出てきても怖くないと思いませんか？はい、そういう風な感じで、楽しみながらですね、まあゲーム感覚でこのコードはこれに近いからこういう風に言って考えれば、関連性で覚えていけると思います。そういう風な感じで楽しんでください。はい、ということで今回の DJ のウクレレ講座はコードの覚え方ですね。特に複雑なコードはどれか似通ったコードから発展させた感じで覚えていただくといいですよと。ちょっとタイトル最後長くなりましたけど、そういうお話でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音が鳴い今僕は忘れない、いつもいつまででも。